1958年のモンツェ・モンツェ・グラセスは、スペイン・バルセロナ出身の女性。カトリック信者であり、オプスデーの信者。左足の大腿骨にガンが見つかってから、9ヶ月に、渡って、激しい痛みに襲われたが、落ち着いて毅然とした態度でそれを受け入れ、病床にあるまも周りを喜びで満たし、見舞いに来た多くの人を神に近づけた。1959年に死去。 多くの人がその生き方は英雄的で模範的だったと証言しており、彼女の生成の評判は日ごとに高まっていたため、1962年より劣勢調査が始まり、2016年に孫者と宣言された。2018年の世界史教会議の若者への模範的な保護成人の一人として任命された。フルゲームはマリア・モントセラとグレイソスがルシアである。 1941年7月10日、スペイン・バルセロナの新人深い家庭に生まれた。両親は素朴な新人と自由を愛する雰囲気の中で、9人の子供たちを育てた。高校を卒業したモンチェは、バルセロナ県立女子専門学校で学業を続けた。1957年、キリスト信者として、普通の生活を送りながら、生成を求める道である。 オプスデーに呼ばれていると感じ、様々な人に相談した後、オプスデーへの所属を申請した。彼女の生成を追求する戦いにおいては、キリストの聖なる、個人性に対する愛と個生体への信仰、聖母への信心、さらに、深い謙遜と隣人への奉仕の精神が際立っていた。1958年、16歳の誕生日を目前にして、 左足の大腿骨にがんが見つかった。非常な痛みを伴う病気だったが、彼女は冷静に、そして英雄的とも言える豪気を持ってこの苦しみを受け入れた。闘病生活にあっても決して失うことのなかった喜びを多くの人に伝え、友情を深めていったのである。こうして多くの友人や同級生たちを神様に近づけたのである。年月日。 聖木曜日に17歳で死去した。モンテグラセスの劣勢調査はバルセロナで進められた。1962年12月19日、グレゴリオ・モドレゴ・カサウス・ヒロツカサ教によって開始され、1968年3月26日、マルセロ・ゴンサレス・マルティン大司教によって幕が下ろされた。その後、調査はゆっくりと進んでいった。それは、 パウロ6世とヨハネ・パウロ2世によって、劣勢調査手続きの改定が行われたことによる。1992年5月15日、劣勢省は、モンツェック・ラセスの教区での調査の有効性を宣言した。しかし、同じ年に、主事の理由から、1960年代に収集した資料を充実するため、保管調査をすることを決定した。この追加過程は、バルセロナで、 1993年の6月10日から10月28日にかけて行われた。1994年1月21日、劣勢省は2度目の調査の有効性を承認した。1999年11月21日に、障害と所得についての報告がなされた。2015年6月10日、劣勢省の進学顧問委員会は、 モンテグラセスの所得の英雄的な実践に関する質問に肯定的な回答をし、ついで二千十六年四月十九日、数奇教と司教の通常総会もそれを承認した。二千十六年四月二十六日、教皇フランシスコは、レッ省長官アンジェロ・アマート数奇教から調査段階に関する詳細な報告書を受け取り、レッ省の見解を承認し、モンテグラセスに、 尊者の称号を与える宣言を公表する許可を与えられた。祈り、主囲を、恩美は、神の下辺、モンツェラートが、平成開拓にすべてを捧げて、お胸を果たし、勝負べき純真さを持って、この世で生きるための恩寵を、お与えになりました。どうか、私も日々の活動のすべてを、愛の心で恩美に捧げ、キリスト信者として、 人々の役に立つことができるようにお助けください。恩美の下辺、モンゼラートに栄光を与え、その取り次ぎによって、私の願いをお聞き入れください。主の祈り、安倍、マリアの祈り栄江賞2018年10月3日から28日まで、若者、信仰、そして、照明の識物をテーマに、教皇フランシスコは、シノドスの第15回通常総会を呼びかけた。 そのため、9名の現代聖人が、シノドスの保護聖人として任命された。中には、劣勢された者もいれば、調査中の若者もいるが、モンツェが、その一人として選ばれた。モンセグレイソス、エーティピカル、ガールというタイトルで、日常生活における信仰に沿ったモンツェの人生が、現代の若者への模範として掲げられているのである。ありがとうございます。